ニューヨークの現地社長が小室圭さん、痛烈な本音を言っております。小室圭さんの実力では無理だと思います。こう話すのは全米でトップ100と呼ばれる大手弁護士事務所ビッグローのパートナー弁護士の A さん。いろんな方が小室圭さんは酷評されてるんですね。この方非常に優秀でして、海外企業同士の M&A、 かなり M&A なんて難しいですし、かなりの高給取り感と大変な仕事ですよ。それをやってしまうという優秀な方なんでしょう。米国を拠点に世界を飛び回って収入も桁違い。まあそれはそうでしょうね。 M&A は儲かりますからね。この姿こそ小室が思い描く将来であると昨年の秋頃 A さんの事務所に働かせてほしいと小室さんの経歴書のようなレジュメが別の弁護士を通じて届いたとありましたよね。うん、彼はこう言った。ああ小室さんの経歴は厳しいよねと。で新しい話が出てます。次は現地社長です。小室圭さんが受けた3度目となる米ニューヨーク州司法試験の合否が今月下旬に出ます。現地日本人のコミュニティでは妻の真子さんが夫のために動き始めたという話題に、持ちきりだと。これまで避けてきた現地在住日本人セレブたちの集まりに参加して婦人会デビューしたそうですがと。でこの現地社長の方はパートナーが小室さんと同じ試験ニューヨーク州司法試験を受けてるんですね。そして見事一発合格なんですね。一発合格したという現地社長。まあなんか小室とは格が違うわけですよ。バーつるのはね、と。ね。酒場のバーじゃないよ、と。それ言ってないですけど。バーイコール司法試験は。運転免許試験みたいなもんですね、と。はい、言うね。ロースクールを卒業した大体の人が、と。一発で受かるんだよ、と。言うね。そうですね。ちょっと言っちゃいましたね。はい。まあそうだと思いますよ。だって、法の大学は9割受かってないんですからね。煽ってくね。もう茶化していきますか。小室はロイヤルファミリーだしね。特例で残れるかもしれませんけど。勤め先の中堅法律事務所なら、3回落ちたパラリーガルは普通クビだよ。つまり勤め先の中堅法律事務所ってローエンスタインサンドラーですねが、今やローエイスタインサンドラーとか罵られて、かなり損害を受けてる事務所ですけども、3回落ちたパラリーガルはもう普通不備だと。まあロークラックですけども、こんな痛烈な本音言われてるわ。ニューヨークの現地の社長ですよ。日系人会入っているかもしれないですね。最初は小室圭さん、真子さん、丁重に預かれてたわけですが、真子さんと圭がもう何にも返信を返さないと、失礼極まりない対応したせいで、もう呼ばれなくなっちゃったわけ。で、聞けば、夫の行く末を心配してる真子、婦人会をデビューやりましたね。今までニューヨークの日本領事館や日本人有力者などが絡んだプライベートな集まりに誘われても出たことなかったのに、この夏ついに動き始めたと。そう、マコさんの動きが加速しております。メトロポリタン美術館に、まあ、やはり就職が進んでるんじゃないのかと。しかし彼女は博士課程を持ってない。メトロポリタンの学芸員の、まあ、ほとんどが博士課程ですし、修士ではちょっと厳しい、そういう世界ですね。アカデミックな世界ですから、博士課程がやはり標準になってくるんですね。博士って3年ぐらいありますから、やっぱ2年と5年では、大学院だけですけど、やっぱり違うわけですよね。学芸員みたいな仕事っていうのは、そういったアカデミックさが重視される業界なんじゃないのかなと思います。にもかかわらず、メトロポリタンに来てしまうって、まあ、やっぱりこれしかないんですよね。で、今までニューヨークの日本領事館、婦人会行ったことなかったのに、まあ夫がもうこんな不安定だから、婦人会デビューしたんだけども、結局、マコさんはマコさんで、まああんまり服装にこだわりが多分彼女はないんでしょうね。結婚前までは、まあ全然ちゃんとした服装を着てたじゃないですか。まあ結婚した後も普通の服装着るでしょうと。しかも女の子やし、着るんじゃないの、さすがにと思ってたんですけど、まあ、やっぱ見てみるとどんどんひどくなっていきますし、ちょっとダボダボですし、元皇族とは思えないような格好をしてるんですね。非常にここは残念だなと。なんか旦那に似てきたなと。ペットも似るって、飼い主とよく似るって言いますじゃないですか。犬の顔も似てくると。なんか知りませんけど、そういったことあるんですね。まあなんで、まあ眞子さんもちょっと、ね、ペットと似てきたのかなと思いますね。ああ、ペットじゃなくて旦那ですね。はい、間違えました。はい。これは、本当に間違えてるから。で、
小室はニューヨークなど大都市での弁護士の仕事を探していた。やっぱり小室さんはもう弁護士になる前から苦労してるんですよね。ビッグローかその下の規模のミッドローで M&A などやりたいですよと。 A さんがそのレジュメを見て思ったのが冒頭の言葉であると。中でも A 氏が首をかしげたのがニューヨークのフォーダム大ロースクールへの留学の部分ですと。疑問なのは彼が LLM のコースに入ったことです。しかも1年学んだ後に JD コースに編入している。大きな事務所を目指していてこんな動き方はそれなんて聞いたことがないですと。本来普通は逆なんですよね。 JD 行ってから LLM に入るパターンはあるんですけども、普通で考えるならば JD に直接行くでしょ。 JD1 年目がものすごい大事なんで、 JD1 年目にインターンって終わってるんですよ。まあ、なので小室さんはインターンをしてこなかったということは、まあ、やはりね、医療物扱いで見られるのは間違いないんですよ。なのでこれを使って、多分奥野さんだと思うんですが、ニューヨーク法律事務所に仕事を獲得したと。中堅法律事務所にね、そんな大した順位ではないですから、大学で言うとフォーダム大学ぐらいの順位なんじゃないんでしょうか。中堅っていう感じですよね。できてまだ間もないと思いますし、まあ、やってる内容すごい。奥野さんのとこと債権回収機構とか いらっしゃいましたよね、奥野さんね。そっからいろいろね、まあイオンとかね、繋がってきたりするんですけども、親和性があるかなとはちょっと思ってるんです。だから紹介しやすかったのかもしれませんが、米国の大学には法学部がないと。そうなんですね。弁護士を目指しては大学卒業後に JD に入りますよ。多分ニューヨークの合格率が高い理由は、ここでみっちり3年間勉強するから、そのニューヨークの試験は確認に過ぎないんじゃないのかなとちょっと思ってきましたね。日本も新司法試験は難しいですけども、旧司法試験に比べたら合格率は高いじゃないですか。なんでかっていうと、予備試験を突破した人たち、まあ予備試験ものすごい難しいですから、数パーセント以内ですからね。し、新司法試験に合格するのが一番割合が高いのは、予備試験を合格した人じゃないですか。もしくは法科大学院行った方なんですね。でも法科大学院って3年間も1位ありますし、経験者、例えば法学部卒とかだったら2年で行けるんですけども、そう考えた場合、やっぱりね、テストは確認の意味が強くなってくるんじゃないのかなと思うわけですね。まあ、ニューヨーク司法試験っていうのは、こういう JD とかで、みっちり勉強して試験を受けるわけですから、ある意味、ちゃんと勉強してたら、受かって当然の試験だと私は思うんですね。そう考えた場合、小室がなんで受からへんのやと。ちょっと逆に考えると、やっぱり大学で JD でちゃんと勉強してこなかったからなんじゃないのかなと。合格率見ても明らかに高いじゃないですか。9割が受かるんですよ、フォーダム卒業生の。つまり下位 10% より上やったら絶対受かるんですよ。評定で言えば D ぐらいまで受かるんじゃないですか。 E がダメで、そんぐらいの試験なんですから、やっぱり確認テストみたいな要素が強いんじゃないのかなとちょっと個人的には思うので、それに受からないって、やっぱり小室さんって勉強してこなかったんじゃないのかなってやっぱ思いますね。そもそも勉強についていけなかったっていう可能性もあるんですよね。ね、全然あるじゃないですか。ということは、その勉強についていけるような実力がなかった、で努力もなかったと言えるわけで、それを確認するのが面接、小論文とか試験じゃないですか。小室さんまともに入学試験を受けてないですから、それがスキップされている状態で大学に入ってしまっているので、まあ、やっぱりついていけず授業に行かなかったんじゃないのかなと思いますね。ピザ食うためだけに授業行ってたみたいな話もありますから、ね、一番後ろの席に座ってね、ね、パッとメガネ外してね、メガネかけてる視力悪いですよね。メガネ外したら何も見えないじゃないですか。でも一番後ろに座るんですね。で、黒板の字なんて見えるわけないですよね。あれですか、オーディオブルですか。ね、音声で勉強するんですか。違いますでしょ。やっぱり板書とかを見るとイメージできますから、図とかあるとね、書くから勉強はかだろう、理解深まるわけであって、それをメガネ外して、そしてピザが出てくる授業だから、ね、ピザ食って帰るっていうね、食い意地を発動させたわけですけども、それはもうフリーライダーすぎませんかと。以上でございます。はい、まあ、やっぱりこの人は実力ないんだろうね、残念ながら。それを高げて吐かしてもらって、まあ、言ったんだろうね。ということは、まあ、何も勉強しても無理なんじゃないですかと思いました。はい、じゃあチケツバイバイ。